はい、実践不動産投資塾おまけ動画撮っていきます。先日ね、うちのお店に不動産ポータルサイトっていうかな、アットホームとかスームとかホームズとかの担当がね、店に営業にやってきました。そこでね、繁忙期もう終わるんですけど、広告宣伝費をもう少しかけてね、集客に力を入れないかっていう提案を受けました。そこでのね、文言がね、弊社は SEO 対策万全ですと。で、物件情報を登録すれば5分で情報が反映して、で Google の検索に引っ掛けりも安いですっていう形のね、営業トークやったんですよ。でね、僕それ聞いた時に、うち賃貸 .com ですからね、十数年前からインターネットでの情報配信っていうのをやってるんですけど、これはね、不動産業者あるあるの話になるんでね、一般の人は聞いててもなんじゃこりゃっていう話になるかもしれませんけど、業界の裏話としてね、参考にしてもらえばと思うんですけど、広告宣伝費っていうのはかけた時はそれある程度集客電話になったりね、来店につながったりすると思うんですけど、やめたらやめた瞬間にね、ゼロになっちゃうんですよね。つまりこの費用っていうのはかければかけた時は反響になると、やめたらゼロになる、当然のことなんですけど、そういったことにやることにね、疲れてしまったのが今の僕なんですよ。実際ね、平成24年ぐらいの頃にはうちの店全国でトップ4、全国で4番のね、仲介件数を誇ってました。ある大手のね、不動産仲介件数全国 4番目だったんです。それも1店舗でですけどね、ネットを使ってね、情報をバンバンお客さんを引いてたわけなんですけど、なぜ辞めたのかと言いますとね、さっきの理由ですよ。辞めたらゼロになる、これをね、広告宣伝費はかなり費用、お金をかけてねやることに、結局ね、費用対効果が合わなくなってきたんですよね。つまり大手のね、巨大な資本が入ってきてしまうと勝つことが難しくなってしまったんですよ。それが大きな理由です。これはね、中小、特に小さな企業のオーナーさんとかね、社長さんっていうのはよくわかることだと思います。大きな資本のね、たくさん人を抱えてるところにやっぱりどうしたって負けちゃいます。そこでね、編み出した方法というか苦肉の策がね、この YouTube なんですよ、僕のね。それまでブログとかもいろいろやってたんですけど、僕自身の性格とかね、毎日続けれることというと、やっぱり YouTube になってしまった。なってしまったというか、YouTube が一番やりやすかったっていうのが正直なところですね。サムネイル作るのも特に、今までホームページとか作ってましたし、こうやって動画で撮って話するのもね、最初の頃はたどたどしかったですし、編集もたくさんしてたんですけど、今では編集する手間をね、減らすために、極力噛まないような形、どうしても人間だから噛むことはあるんですけど、噛んでしまってもそのまんま、つなげたまんまずーっと配信する。ほとんどね、編集なしで撮ってます。このスタイルがね、一番自分に合ってるのかなと。視聴者によってはね、やっぱり話と話との間の間とか語尾とかね、ちょっと聞きづらいなと思う部分はあると思うんですけど、その部分はね、YouTube 先進ね、一番トップの人がね、まめにたくさんの人を、入れてね、やってもらったらいいと思うんで、僕の動画っていうのはどうしても聞きづらい部分はあると思うんですけど、そこはね、皆様の寛大なね、お心で見守っていただけたらなと思います。今ね、登録者数が450人を突破しました。もうすぐね、ハーフ500人を突破しますんで、4月中には一応このペースでいけばね、500人は突破するかなっていうふうに思ってますので、なんとか今年いっぱいでね、年末までには1000人突破できればなというふうに、思ってます。あとね、 YouTube これあるあるなんですけど、動画の本数が100本超えてきたところからね、登録者数の数が随分増えてきました。これはね、やっぱり動画の件数が単純に増えたっていうこともあると思うんですけど、僕の拙い動画ですけど、楽しみに待っていてくれてる人がいるっていうところでね、日々力を入れてね、より有意義な情報を届けるようにね、努力してまいりますのでね、今後も皆様よろしくお願いしますということで、今日は終わっときます。以上です。ありがとうございました。
はい、実践不動産投資塾、今日もおまけ動画撮っていきます。まあ塾生の方からね、こんな質問がありました。塾長いつも元気ですねと。そのモチベーションの元凶はどこから来るんですかっていう質問が上がってきました。まあ動画だけ見てますとね、そういう風に見えるのかなともちょっと思ってきたんですけど、僕はね、基本モチベーションでは動いてないんですよ。いきなり言ってしまってね、あれと思われるかもしれませんけど、基本ね、やるべきことは前日に、まあ、手帳にノートにね書きまとめて、で次の日ねそれを処理しているだけの感覚です。だから今日の予定っていうのはもう昨日の段階で分かっているわけですから、昨日の晩の段階ではね、それをただタスクを消していくための作業をずっと繰り返していってるだけです。別にモチベーションでどうのこうのっていうのは全くないですね。仕事にね、あまり僕モチベーションって持ち込まないようにしてるんですよ。まあそれある理由がありましてね、基本不動産業者やってると10件案件をいただいてね、まあ形になったり話になるのはもう3件あったらいい方なんですよね。他はね、大体トローに終わることの方が多い。それもね、僕が原因じゃなくて相手方に問題があったりとか、あとどうしようもできない案件だったりするケースが実はほとんどなんですよ。でそういう場にね、モチベーション、自分のねそのモチベーションを持ち込んでしまうと、なんていうかな、仕事にアラが出てきてしまうんですよね。この動画を見られてるねミドル世代の方も特によくご存知だと思うんですけど、モチベーションで仕事なんてできないですよね。一喜一憂するしんどいですよね。だからまあモチベーションはどこから来るんですかっていう質問に関してはね、モチベーションなんかで仕事はしていないっていうのが答えなんですよ。まあ決められたこと、やらなければいけないこと、淡々とねこなしていくと。ただね、対人に会うわけなんで淡々と処理してますとは言わないですよ。当然人間感情がありますし、まあね、気持ちの浮き沈みはその日の行動によって左右するっていうことは当然ありますので、ただ相手にはねそういったことはねわざわざ言わないっていうのが答えなんですよね。まあですから日々ね、あまり波を作らないっていうことを僕は意識しています、正直なところ。そのため趣味が散歩であったりね、まあ体を動かすことであったり、まあ、メンタルの部分をね極力波がない状態にしようとは心得てますけど、モチベーション上げて仕事を挑もうとは思わないっていうのが答えです。短いですけどね、おまけ動画以上です。ありがとうございました。はい、実践不動産投資塾、おまけ動画撮っていきます。実践不動産投資塾の塾生が増えてきたのとですね、あとこの動画を見ていただいている視聴者の方がね増えてきましたので、毎日ね質問とかね要望とかが上がってくるようになりました。すると不思議なものでね、動画のネタがどん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 生まれてくるんですよ。まあああいうことが聞きたい、実はここが知りたい、まあこの間でしたらリフォームのね見積もりの内容が聞きたいとかね、いろいろ要望が寄せられてましてね、ほんとね、ネタが尽きることないですね。一時はどうなることかと思ったんですけど、まあその中の内容でね、まあ不動産屋さんにもなりたいんだという意見がありました。不動産屋さんを開業したいという形でのね意見だったんですけど、まあ、僕のこの仕事ぶりをね、まあ、YouTube のところで配信してるっていうのは本当一部でしてね、不動産業務、特にね、売買契約っていうのは、実はまあ、皆さんね、ユーザーの方とか、一般の消費者の方っていうのは、契約のところとかね、決済のところしかまあ、なかなかイメージ湧きにくいと思うんですけど、実はね、日々の業務の8割ぐらいはね、その物件に対して、取引する物件に対してのね、調べることに費やす時間っていうのがほとんど取られるんですよ。まあ、ある土地を取引するんだと。その土地の取引に
するにあたってはね、あの近隣の土地のね状況であったり、接道面積であったりね、その隣の方の持ち主であったり、まあ税金の金額であったり、本当ね調べることってねたくさんあるんです。ですから日々こうやってね移動してる動画が最近ちょっと増えてるんですけど、もう移動がとにかく多いんですね。前回まあこの間の動画でお話しさせてもらったね、名古屋の方に行ったりするのもそうですし、本当ね調べることに費やす時間っていうのは、まあそれだけね契約ごとっていうのはかなり責任問題になってくるんですよ。要はこちらで間違ったことを記載するわけにはいかない、そうなってくると責任問題がありますので、当然書類に判子を押さないといけないっていうところもありますのでね、まあそういったことですごくねシビアに考えて動いてるところがあります。